こんにちは。今日は小原流の色彩盛り花、様式本位という生け方で水盤に生けていきます。初めて花菖蒲を使ってこのやり方で生けていきます。種子はこちらの花菖蒲、私も初めて使ったんですが、なかなか花留めに留めるのが難しくって、教室でやったものをこちらの動画ではやり直しています。花留めは剣山ではなくて七宝を使っています。この花菖蒲の葉と葉っぱを留めるために、今一生懸命余った菖蒲の葉や茎を詰めて角度を留めるようにしてます。良い位置でなかなか止まらなくって、葉っぱも花も倒れてきてしまって苦戦しています。で、中間枝の花菖蒲を生けたんですが、また種子がちょっと倒れてきていますね。で、また手前にもう一つ中間枝の花菖蒲を入れるんですが、今倒れました。もう一回倒れたのを入れ直して、バランスをもう一回見直しています。時間が経つにつれて花や葉の位置が動いていってしまいます。で、副枝と中間枝のイボタを生けています。イボタというのも初めて使う花材でした。葉っぱがたくさんあるので、こう手前に花菖蒲の手前に茂みのように生けていくんですが、ただただ入れていくとのっぺりしてしまうので、どこに何を生けるかのカンペを見ながら生けています。のっぺりしてしまうと高低差が出なくて立体感がなくなってしまうので、段差が出るように生けています。一度切って生けたものをやり直しているので、どこに何を生けたのかちょっと間違っていたり、入れたり出したりしながら調整しています。で、このイボタを生けている間にまた花菖蒲がずれて動いてしまったりするので、また直してますね。最後、客枝の中菊を生けます。一番手前に映っているのが客枝で、今入れたものと手前に入っている小さいものは中間枝という役割になります。で、一瞬しか出なかったんですが、一番手前の高い花菖蒲が主枝、右手前の菊が客枝、一番左のイボタが副枝、花留めはこんな風になっています。完成写真です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。